ゲスト招きしてお話を伺う特別情報局員からの報告。報告をしてくれるのはこの方、遠山奈央さんです。はい、いらっしゃい。こんばんは、さあさあさあ、遠山さん、はい、はい、じゃあお座りいただきまして、じゃあ改めて自己紹介のお願いいたします。はい、テレビアニメ愛天地無用にて川流れ桃役を演じております、遠山奈央です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。結構、あ、それでもなんか今年出てるのか、今年の1月にね。そうなんです、出ていただきまして3度目のご登場でございますけども、はい、まずはですね、遠山さんの簡単なプロフィールなんかを見てみたいと思いますよ。どん、どん。あらあらあら、歌唱、ダンス、エレクトーン。エレクトーンを弾きになる。でもこれもうやめたいねって話をあのプロフィールね、はい、趣味特技の欄をちょっと変えたいねって話をさっき、はい、楽屋でマネージャーさんとしていまして、よくある情、よくあるやつですよね、はい、だ声優さんよくそれ言いますもうこれ4年前の情報なので。なるほど、変えるやったら何します今。あ、歌唱ダンス、うん、歌唱、あ、エレクトーンだけやめんねや歌唱ダンス、うん、なんでしょうね。ねえのかねえじゃない、皆さんねえじゃないのよ。あ、でも今コメントに流れてるこの妄想って確かに、あ、歌唱ダンス妄想ね、はい、今でも妄想してらっしゃいます。割と、ね、妄想してます割と憧れの告白とか、はい、そういうのをプロポーズとかを妄想するのが大好きでいらっしゃるんですよね。鷲崎さんにつけていただいた、うん、歩く別間っていう二つ名が歩く別間という二つ名を、はい、いいですねつけるぐらいの、はい、ね、はい、ちょっと今度までゆっくりと、ね、最近はどんな妄想してらっしゃるのかお聞きしたいと思いますけれども、はい、今日のところはですね、こちらでございますね。今回情報を持ってきてくれたアニメを教えてください。はい、現在放送中のテレビアニメ愛天地無用です。はい、はい、天地無用ね、はい、はい、すごい懐かしいタイトルがまた復活ということでございますけども、どのような作品なのか概要あらすじなんかお願いいたします。はい、もともと天地無用というアニメ の, そうなの、こうアニメシリーズがあったんですけども、ね、皆さん知ってる方いらっしゃいます。ああ、たくさんいらっしゃいますね。そうなんです、今回その天地無用の新シリーズとなる愛天地無用という作品が始まりまして、うん、そんな、第1作となる天地無用からは、早22年の月が22年、はい、22年、はい、すごいね、そんな経ってんねや。天地無用と一緒に私も生まれてきました。あ、同い年なん、天地無用と、はい、あ、そうなんや。弱い22歳でございます。弱い22歳ではい、そうなん。さあ、そんな作品でございますけれどもね、はい、こちらは、はい、放送形態がちょっと変わってるんですよね。そうなんです、うん、実はですね、月曜日から金曜日まで毎日やっています、うん、すごいよね、それってね、はい、うんうんうん、毎日夜9時55分から、はい、東京 MX にて、放送しています。はい、なので月金の帯アニメ、うん、はい、もうこの番組が終わったら、あ、そうだそうだ、今日もあるということでございます。はい、毎日ください、ね、そうなんです、はい、じゃあ簡単なあらすじなんかも教えていただけますか。はい、宇宙的天才科学者ワシューちゃんが起こしたトラブルに巻き込まれてしまった主人公の正木天智が、うん、教育実習生として女子校に潜入してっていう、はい、またちょっとトラブルメーカーのワシューちゃんがやらかしてしまったトラブルを就職す、就職、就職、就職、大丈夫、大体就職です。そう、女子校に就職。女子校に就職は違います。次回を就職するためにいろいろと頑張ってくれるわけなんですけども、天智先生が、はい、そんな歴代のこう天智ファミリーのキャラクターももちろん出てくるんですけども、うん、私演じるももちゃんをはじめとした、うん、新キャラクターもたくさんたくさん登場してまいります。新キャラも出ますし、あと歴代の、ね、ファミリーも出て、はい、そうなんです、いらっしゃるということでございますよね。はい、はい、じゃあキャラクターについてのお話も伺いたいと思います。キャラ出るかな、ドーンとドーン、はい、来ました、はい、あら、かわいい、かわいい、はい、懐かしの正木天智さん、はい、CV 菊池雅美さんということで変わらず、はい、ああ、そうなんだ、そうなんです、もうすごい懐かしいっていう風に言ってくださる方が多くて、あ、そして続々と出てきていますが、はいはい、こちらが、ももが生徒会長をやっているんですけども、うん、その生徒会のメンバーですね。ああ、なるほどね、可愛い子ばっかりで、はい、個性豊かです。そんな生徒会と対立するのがこちら科学部のメンバーです。どんどん出てくるね。そうなんです、はい、ここまでが新キャラクターですね。なるほどね、はい、あ、ここも、この先生なんですけど、はい、先生も新キャラです。あ、そうなんや、はい、さん、こんなメンバーでお送りしております。はい、で、ここがもう歴代の天地ファミリーのメンバーとなります。あ、なるほど、はい、あ、ちささん、あ、水谷さんとか、あ、懐かしいっていう感じだ
たと思うんですけども、はいはいはい、つい昨日、オンエアになった回に、うん、この歴代のファミリーが登場しました。本格的にじゃあ、ね、当時から見てた人にとってうわーって思いますよね、はい、なんかすごい盛り上がったみたいで、ね、新シリーズとこうガーッとこう合わさっていく感じが、はい、ね、そうなんです。歴史もありますからね、緊張もされるんじゃないですか、はい、じゃあ現場でもうすごい大先輩の、うん、方々とそれから私たちみたいな新人の、うん、声優がこう一緒になってすごいいい緊張感の中で、うんうん、いろいろ学ぶべきことも多い現場です。あと富山さんあれですよね、エンディングテーマも歌ってるんですよね。はい、川流れ桃で歌っております、うん、愛してるって叫びましょうっていう楽曲なんですけども、早くもですねエンディングテーマが別の曲になったり、うん、こうお話の内容によってあなるほどねその曲回にぴったりな曲が流れてくるっていう、その輪によってだ、はい、なので実はいろんな曲が天地ありますので、はい、そのあたりも楽しみにしていただきたいと思います。桃ちゃんの曲だけじゃなくていろんな素敵な曲がございますね、そういうのも楽しみに、はい、毎日ね毎日見れるわけですからね。そうなんです、平日の夜は愛天地無用、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあということでございましてですね、富山さんまだまだお知らせしたい情報があるということでございますのでですね、はい、ここから告知タイムをかけてゲームにチャレンジしていただきましょう、うん、題しまして4種類の愛してるって叫びましょう。今からですね4種類の愛してるというシチュエーションが出題されますと、ユーザーの皆さんですね一番心に響いた愛してるに投票してください。富山さんはどの愛してるが一番多く投票されたかズバリ当ててください。1問当たることに5秒の告知タイムゲットでございます、はい、ということでございまして問題が、こちらこちらか、はい、さあ、どうしましょうかね、部長ね。待って何もできんの何もできんの。あ、でもま、一応これね、まずは、はい、じゃあ、どの愛してるが一番心に響く、1番、むにゃむにゃ寝言での愛してる。じゃあちょっとお願いします、むにゃむにゃね、むにゃむにゃ寝言な感じでちょっと愛してるって言っていただいていいですかね。素晴らしいですね。あ、落ちた。落ちましたよ。いいだって、2番、お酒の力を借りてようやく言えた愛してる。だって愛してる。次の日覚えてないんだよね。私なんかいたなんで。3番、はい、海で初デート、本人に面と向かって言うのが恥ずかしいから海に向かって叫ぶ愛してる。海に向かってはい、ジャボーンジャボーン愛してる。ちょっと皆さん動機の方大丈夫ですか。一回ずつちゃんと落ち着いてくださいね。私が大丈夫じゃないですよ。4番、付き合って3年目、ちょっと不安になった彼女が言う、ねえ私のこと愛してる。待って待って3、2、1、どうぞ。ねえ私のこと愛してる。おいおいバカ、何言ってんだよ。口で言わねえのは愛してるってちゃんと毎日思ってるからだよ。でもお前のこと不安にさせちまってごめんな。愛してる。甘い。さあ1番2番3番4番、皆さん決めましたかね。投票スタートです。動機がついていかないです。まあでもこれ順列つけるの大変じゃない。大変ですね、かなり迷います。どれも良かったですよ。破壊力がちょっと4番は4番桁違いでした。愛してるっていうのと愛してるって聞くの、だって私は愛してるのに私は愛してるのよっていうことが含まれてるやつですもんね。あ、いやでも3番もね個人的にはいいんですよね、ちょっとコメディーですけど。海も可愛かった。そう、海も可愛かったですし、こう恥ずかしいながらこうごまかしながらという感じがいいですかね。投票終了。さあ決めてしまいましょう。テモさん難しいと思いますけどどれだと思います。1番、なんか4番は場合によっては面倒くさがられそう。なるほど、1番ということでございますね。さあ結果見てみましょう、どうぞ。出るか、さあ出るか、あ、断然4番でしたね。ダン、トツ4番でした。1番もすごい良かったですよね。あと海が全然ですね。いやでもこれ迷いすぎたんですよ、絶対。そうですね、いや、どれもこれも良かったと思いますけどもね。でも5秒あげます。ありがとうございます。やったやったじゃあ次、
ちょっとさっきねあのベタないただきましたから、はい、ちょっとエッジの効いたやついただきましょうかね。好きなやつ入ってます。本当ですか、はい、誰からの愛してるが一番心に響くでしょう。一番親戚の5歳の女の子から言われるお兄ちゃんのことを愛してる。じゃあこれちょっとあっちらに向かってお願いいたします。お兄ちゃんのこと愛してる。素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい、ありがとうございます。今学校の教師から言われる I love you の意味は、そう正解、愛してる。さあ結構長い、結構長い禁断な大丈夫ですか、熱いお茶入ります、大丈夫ですか今日すごいですね、ちょっと今日すごいですよね、はい、はい、お願いします。 I love you の意味は、そう愛してる。ちょっと魔性じゃなおぼうなおぼう魔性じゃない、いやーもういいよくないです、よくないです、どんどんいただきますよ。3番、感情がないはずのロボットから言われる私あなた守りたい愛してる、こちらをいただきたいと思います。メイさ、ロボット好きなんですね。ロボット好きな、これが一番好きだったんですか。好きなんです、これ。いきますよ。3、2、1、どうぞ。私、あなた、守りたい。愛してる。待って、なんで肝心なとこで私の反応を見てるんですか。4番いいですよ、4番皆さん、急にペットの犬が喋り出した。ご主人様大好きだわ、ドッグフードよりも愛してるわ、バカですね。いいかも。さあ田山さんよろしいですか。はい気持ち追いつい、追いとついていてますか。ちょっとセリフ長いですね。そうですね、そうですね。大丈夫ですか、大丈夫ですか。いきますよ、3、2、1、どうぞ。ワンワン、ご主人様愛してるわ、ドッグフードよりも愛して、あれ愛してるって言ったら、もう一回行きましょう、カットカット、テイクツーです、テイクツーです。3、2、1、どうぞ。ご主人様大好きだわ、ドッグフードよりも愛してるわ。あー素晴らしい、いい、これはか、これはかわいい、すごい、すごい、あーこれはかわいい。さあ投票スタート。さあ、1番、2番、3番、4番、さあなんで選ばなきゃいけないの。そうなのよそう、なんで選ばなきゃいけないの。どれもこれも同じ愛してるという気持ち、そして可愛さだったじゃないですか。ねえ、さあ、でもね、選ばなきゃいけないですよね、田山さん。どれが一番刺さったと思います。なんかこう、うち的には、あの部長は3番だったんですけども、やはり揺らがず3番ですか。でも、ちょっと2番も結構良かったな。2番も良かったですね。ねえ、でも僕の子的には1番とかも良かった。1番も良かった。でもやっぱり4番僕はバカっぽくていいですねはい、投票終了。さあ決めましょう、田山さん。はい、はい、決まりました。みんなどうせロリが好きなんだろ1番1番ということでございました。結果見てみましょう、どうぞ。ほらー、あーすごい、結構分かれた1番2番で分かります。3番人気ないですね、ロボット人気ないですね。ああ行きます、行きます、もう一問行くって。もういいよせっかくですからね、せっかくですから、愛してるの言い方どれが一番グッとくる。1番怒りながら、もう愛してるって言ってるでしょ。さあ、ありがとうございます、ありがとう、本当にありがとうございます。さあじゃあお願いしてよろしいでしょうか。はい、3、2、1、どうぞ。もう愛してるって言ってるでしょ。あー素晴らしい、この上手遣いがねえカメラさんの寄りのタイミングもバッチリでしたよね。あ困ります。いや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 、2番泣きながら、嬉しい、私もねあなたのこと愛してるよ、よかったね、最終回ですね、最終回だね、よかったね、ね、2クールにわたる最終回ですからね、ね、25話分の、はい、じゃあ2番お願いします、泣きながら、嬉しい、私もねあなたのこと愛してるよ、よかった、おめでとう、おめでとう、よかったね。
さあ富山さん、まだ終わりません、まだ終わりませんよ。3番、笑いながら、私の方があなたのことを愛してるもん。あ、いいですね。さあいいですか、いきますよ。もういいです濃いな今日。3、2、1、どうぞ。私の方があなたのことを愛してるもん。素晴らしい、素晴らしいですよ。ちょっと富山さん素晴らしいですよ。一瞬回りました。本当ですか、自分の中で。はい、声優さんで大変ですね。キャリアの中で今日以前と今日以降から変わりますからね。はい、すごい。ね、4番、照れながら、別に愛してるとかそういうんじゃないんだからね。さあよろしいでしょうか。はい瞬瞬なしですね。いきますよ、最後ですからゆっくり噛み締めてください ね、 ね、最後にこれね、ありがとうございます。いきますよ、3、2、1、どうぞ。で、別に愛してるとかそういうんじゃないんだからね。素晴らしい、素晴らしい、ね、どうしました、どうしました、どうしました、では吐きそうなんですか。どうしました、どうしました。さあ1番、2番、3番、4番、どれくらいの方が投票スタート。さあ富山さん、はい、みんな絶対アイテムを見てね。ここまでやったんだから見てね。告知タイムはまだでございます。告知タイムはまだでございます。ねえ、さあ1番に、全部良かったですね。全部全て良かったです ね、 ただもうちょっと富山さん、はい、ご主人様大好きだわん、ドッグフードよりも愛してるわんってもう一回言ってもらっていいですか。僕が大好き、僕がこれ大好きなんでお願いします。ご主人様大好きだわ、ドッグフードよりも愛してる。最高です、最高で終了。はい、僕の趣味タイムでございました、ありがとうございます。さあ1番、2番、3番、4番、どれが良かったのか富山さん当ててください。どれだろうな、メインさん的にはどれですか。一番も良かったしな、でも4番みたいなの好きなんですよね。1か4、うん、なるほどね、1番4番ね。さあ決めましょう、それを信じて、うん、どれが良かったですか。2番の反応2番も良かった、選択肢増えた。そうですね、あ、じゃあ1か4、どうしたらですね、じゃあ、1番。さあ1番ということでございますが、結果の方は頼む、ドン、正解は2番でございました。だけど5秒ゲット、やったー。可愛かったから全然いいんです、可愛かったから全然いいです。頑張ってよかったです。さあ、だから15秒でございますね。はい、じゃあ15秒僕がしっかり測りますので、いきますよ、よーいスタート。テレビアニメ愛天地無用は東京 MX にて月曜日から金曜日まで毎日夜9時55分に放送しております。またニコニコチャンネルでオンエア同時配信が行われておりますので、そちらもチェックしてください。本日もこの後夜9時50分あーあーねえ、ちょっと私あなた守りたい愛してるって言ってください。ロボットでお願いします。私あなた守りたい愛してる。もういくらでもやるよ。もういくらでもやるよ。はい、もうコナン捨てますから。どうぞどうぞ。やった、ありがとうございます。実はですね、愛天地無用上映イベントが決定しております。11月16日日曜日、シネマアート新宿にて行われます。10月18日土曜日から E プラスさんにて先行販売が開始されます。出演者は、結城かなさん、うん、真央さん、深田愛さん、太一陽さん、うん、そして私の5人で出演します。はいはい、あと、まあ、ブルーレイド DVD 第1巻が、うん、年明けの1月21日に発売されまして、そちらもたくさんたくさん特典がついておりますので、要チェックしてください。はい、はい、以上です。以上でございますか、大丈夫ですか。ありがとうございます、ね、いっぱい頑張っていただいたんでね、楽しかった、本当に楽しかったんで、楽しかったし、みんなぜひ本当に天地無用見てくださいね。そうですね、いやもう絶対見ます、ね、絶対見て、ということでございまして、もう大丈夫ですかね。はい、今日頑張っていただきました、どうもありがとうございました。ゲストは富山奈緒さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。あらかわいい、あらかわいらしい。ということで以上、特別聴局員からの報告でした。ゲスト招きしてお話を伺う特別聴局員からの報告、報告をしてくれるのはこの方、遠山奈緒さんです。はい、いらっしゃい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
さあさあさあ、富山さん、はい、はい、じゃあお座りいただきまして、じゃあ改めて自己紹介のお願いいたします。はい、テレビアニメ愛天地無用にて川流れ桃役を演じております、遠山奈央です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。結構、あ、それでもなんか今年出てるのか、今年の1月にね、そうなんです、出ていただきまして3度目のご登場でございますけども、はい、まずはですね、富山さんの簡単なプロフィールなんかを見てみたいと思いますよ。どん、どん、あらあらあら、歌唱、ダンス、エレクトーン。おー、エレクトーンを弾きになる。でもこれもうやめたいねって話をあのプロフィールね、はい、趣味特技の欄をちょっと変えたいねって話をさっき、はい、楽屋でマネージャーさんとしていまして、よくある情報、よくあるやつですよね、はい、だ声優さんよくそれ言います。もうこれ4年前の情報なので。なるほど、変えるやったら何します、今。あ、歌唱ダンス、うん、歌唱、あ、エレクトーンだけやめんねや歌唱ダンス、うん、なんでしょうね。ねえのかねえじゃない、皆さんねえじゃないのよ。でも今コメントに流れてるこの妄想って確かに、あ、歌唱ダンス妄想ね、はい、今でも妄想してらっしゃいます。割と妄想してます割と憧れの告白とか、はい、そういうのをプロポーズとかを妄想するのが大好きでいらっしゃるんですよね。鷲崎さんにつけていただいた歩く別間っていう二つ名が、うん、歩く別間という二つ名を、はい、いいですねつけるぐらいの、はい、ね、はい、ちょっと今度までゆっくりと、ね、最近はどんな妄想してらっしゃるのかお聞きしたいと思いますけれども、はい、今日のところはですね、こちらでございますね。今回情報を持ってきてくれたアニメを教えてください。はい、現在放送中のテレビアニメ愛天地無用です。はい、はい、天地無用ね、はい、はい、すごい懐かしいタイトルがまた復活ということでございますけども、うん、どのような作品なのか概要あらすじなんかをお願いいたします。はい、もともと天地無用というアニメ そうなの、こうアニメシリーズがあったんですけども、ね、皆さん知ってる方いらっしゃいます。あ、たくさんいらっしゃいますね。そうなんです、今回その天地無用の新シリーズとなる愛天地無用という作品が始まりまして、うん、そんな、第1作となる天地無用からは、早22年の月日が、22年、はい、22年、はい、すごいね、そんな経ってんねや。天地無用と一緒に私も生まれてきました。あ、同い年なん、天地無用と、はい、あ、そうなんや、弱い22歳でございます。見せる、はい、そう、はい、さあそんな作品でございますけれどもね、はい、こちらは、はい、放送形態がちょっと変わってるんですよね。そうなんです、うん、実はですね、月曜日から金曜日まで毎日やっています、うん、すごいよねそれってね、はい、うんうんうん、毎日夜9時55分から、はい、東京 MX にて、放送しています。はい、なので月金の帯アニメ、うん、はい、もうこの番組が終わったら、あ、そうだそうだ、今日もあるということでございます、はい、ご一緒ください。そうなんです、はい、じゃあ簡単なあらすじなんかも教えていただけますか。はい、宇宙的天才科学者ワシューちゃんが起こしたトラブルに巻き込まれてしまった主人公の正木天地が、うん、教育実習生として女子校に潜入してなんだと、っていう、はい、またちょっとトラブルメーカーのワシューちゃんがやらかしてしまったトラブルを就職す、就職、就職、就職大丈夫、大体就職ですそう、女子校に就職女子校に就職は違います事態を収束するためにいろいろと頑張ってくれるわけなんですけども、天地先生が、はい、そんな歴代のこう天地ファミリーのキャラクターももちろん出てくるんですけども、うん、私演じる桃ちゃんをはじめとした新キャラクターもたくさんたくさん登場してまいります。そうなんですよね、新キャラも出ますし、あと歴代の、ね、ファミリーも出て、はい、らっしゃるということでございますよね。はい、はい、じゃあキャラクターについてのお話も伺いたいと思います。キャラ出るかな、ドーンとドンドン、はい、来ました、はい、あら、かわいい、かわいい、はい、懐かしの正木天地さん、はい、CV 菊池雅美さんということで変わらず、はい、あ、そうなんだ、そうなんです、もうすごい懐かしいっていう風に言ってくださる方が多くって、あ、そして続々と出てきていますが、はいはい、こちらが、ももが生徒会長をやっているんですけども、うん、その生徒会のメンバーですね。あ、なるほどね、可愛い子ばっかりで、はい、個性豊かです、ね、そんな生徒会と対立するのがこちら科学部のメンバーです。どんどん出てくるね。そうなんです、はい、ここまでが新キャラクターですね。なるほどね、はい、あ、ここも、この先生なんですけど、はい、先生も新キャラです。あ、そうなんや、はい、さん、こんなメンバーでお送りしております。はい、でここがもう歴代の天地ファミリーのメンバーとなります。三田さんだ、はい、あ、三田さん、三田さんとか、あ、懐かしいっていう感じだと思うんですけども、はいはい、つい昨日、オンエアになった回に、うん、この歴代のファミリーが登場しました。本格的に、じゃあね、当時から見てた人にとってうわーって思いますよね。はい、なんかすごい盛り上がったみたいで、ね、新シリーズとこうガーッとこう合わさっていく感じが、はい、
ねえ、歴史もありますからね、はい、緊張もされるんじゃないですか、じゃあ現場で。もうすごい大先輩の、方々と、それから私たちみたいな新人の、声優がこう一緒になって、すごいいい緊張感の中でいろいろ学ぶべきことも多い現場です。あと富山さん、あれですよね、エンディングテーマも歌ってるんですよね。はい、川流れ桃で歌っております、愛してるって叫びましょうっていう楽曲なんですけども、早くもですね、エンディングテーマが別の曲になったり、お話の内容によって、あ、なるほどね、その曲回にぴったりな曲が流れてくるっていう、その輪によってだ、はい、なので実はいろんな曲が天地ありますので、そのあたりも楽しみにしていただきたいと思います。王者の曲だけじゃなくていろんな素敵な曲がございますね、そういうのも楽しみに、毎日ね、毎日見れるわけですからね。そうなんです。平日の夜は愛天地無用、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、ということでございましてですね、富山さん、まだまだお知らせしたい情報があるということでございますのでですね、ここから告知タイムをかけてゲームにチャレンジしていただきましょう。題しまして、4種類の愛してるって叫びましょう。さあ、今からですね、4種類の愛してるというシチュエーションが出題出されますと、ユーザーの皆さんですね、一番心に響いた愛してるに投票してください。富山さんはどの愛してるが一番多く投票されたかズバリ当ててください。1問当たることに5秒の告知タイムゲットでございます、ということでございまして、問題が、こちら、こちらか、さあ、どうしましょうかね、部長ね。待って何できるの、何もできるの。でも、一応これね、まずは、じゃあ、どの愛してるが一番心に響く、1番、むにゃむにゃ寝言での愛してる。じゃあちょっとお願いします。むにゃむにゃね、むにゃむにゃ寝言な感じでちょっと愛してるって言っていただいていいですかね。愛してる。おいおいおい、素晴らしいですね。あ、落ちた。落ちましたよ。いいだって、2番、お酒の力を借りてようやく言えた愛してる。だって愛してる。私なんか言った、私なんか言ったってなんで。3番、海で初デート、本人に面と向かって言うのが恥ずかしいから海に向かって叫ぶ愛してる。海に向かって、はい、ジャボーンジャボーン。ちょっと皆さん動機の方大丈夫ですか。一回ずつちゃんと落ち着いてくださいね。私が大丈夫じゃないですよ。4番、付き合って3年目、ちょっと不安になった彼女が言う、ねえ、私のこと愛してる。待って待って、3、2、1、どうぞ。ねえ、私のこと愛してる。おいおい、バカ、何言ってんだよ。口で言わねえのは愛してるってちゃんと毎日思ってるからだよ。でもお前のこと不安にさせちまってごめんな。愛してる。甘い。さあ、1番、2番、3番、4番、皆さん消えましたかね。投票スタートです。動機がついていかないです。まあでもこれ順列つけるの大変じゃない。大変ですね、かなり迷います。どれも良かったですよ。破壊力がちょっと4番は4番桁違いでした。愛してるっていうのと愛してるって聞くの、だって私は愛してるのに、私は愛してるのよっていうことが含まれてるやつですもんね。あ、いやでも3番もね、個人的にはいいんですよね。ちょっとコメディーですけど。海も可愛かった。そう、海も可愛かったですし、こう恥ずかしいながらこうごまかしながらという感じがいいですかね。投票終了。さあ、決めてしまいましょう。でもさ、難しいと思いますけど、どれだと思います。1番、なんか4番は場合によっては面倒くさがられそう。なるほど、1番ということでございますね。さあ、結果見てみましょう、どうぞ。出るか、さあ出るか、あ、断然4番でしたね。ダン、トツ4番でした。1番もすごい良かったですよね。あと海が全然ですね。いやでもこれ迷いすぎたんですよ、絶対。そうですね、いや、どれもこれも良かったと思いますけどもね。でも5秒あげます。ありがとうございます。やったー。じゃあ次、ちょっとさっきね、あのベタないただきましたから、ちょっと
エッジの聞いたやついただきましょうかね。でも私好きなやつ入ってます。本当ですか、はい、誰からの愛してるが一番心に響くでしょう。1番、親戚の5歳の女の子から言われるお兄ちゃんのことを愛してる。じゃあこれちょっとあちらに向かってお願いいたします。お兄ちゃんのこと愛してる。素晴らしい、かわいい、素晴らしい、素晴らしい、コロってすごい。ありがとうございます。2番、学校の教師から言われる I love you の意味は。そう、正解、愛してる。さあ結構長い、結構長い。禁断な大丈夫ですか、熱いお茶入ります、大丈夫ですか。今日すごいですね、ちょっと今日すごいですよね、はい、はい、お願いします。 I love you の意味は。そう、愛してる。ちょっと魔性じゃん、ナオボー、ナオボー魔性じゃない。やー、よくないです、よくないです。どんどんいただきますよ。3番、感情がないはずのロボットから言われる。私、あなた、守りたい、愛してる。こちらもいただきたいと思います。ブレインさ、ロボット好きなんです。ロボット好きなんです。これが一番好きだったんですか。好きなんです、これ。いきますよ。3、2、1、どうぞ。私、あなた、守りたい、愛してる。待って、なんで肝心なところで私の反応を見てるんですか。4番いいですよ、4番。皆さん、急にペットの犬が喋り出した。ご主人様大好きだわ、ドッグフードよりも愛してるわ、バカですね。いいかも。さあ、デヴさん、よろしいですか。はい。気持ち追いつい、追いとついていてますか。ちょっとセリフ長いですね。そうですね、そうですね。大丈夫ですか、大丈夫ですか。いきますよ、3、2、1、どうぞ。ワンワン、ご主人様。ゲスト招きしてお話を伺う特別情報局員からの報告。報告をしてくれるのはこの方、遠山奈央さんです。はい、いらっしゃい。さあさあさあ、富山さん、はい、はい、じゃあお座りいただきまして、じゃあ改めて自己紹介のお願いいたします。はい、テレビアニメ愛天地無用にて川流れ桃役を演じております、遠山奈央です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。結構、あ、それでもなんか今年出てるのか、今年の1月にね、そうなんです、出ていただきまして、3度目のご登場でございますけども、はい、まずはですね、富山さんの簡単なプロフィールなんかを見てみたいと思いますよ。どん、どん、あらあらあら、歌唱、ダンス、エレクトーン。エレクトーンを弾きになる、うん、でもこれもうやめたいねって話を。あのプロフィールね、はい、趣味特技の欄をちょっと変えたいねって話をさっき、はい、楽屋でマネージャーさんとしていまして、よくある情報、よくあるやつですよね、はい、だ声優さんよくそれ言います。もうこれ4年前の情報なので。なるほど、変えるやったら何します今。あ、うん、歌唱、ダンス、うん、歌唱、あ、エレクトーンだけやめんねや。歌唱、ダンス、ツー、うん、なんでしょうね。ねえのか。ねえじゃない。皆さん、ねえじゃないのよ。でも今コメントに流れてるこの妄想って確かに。あ、歌唱、ダンス、妄想ね。はい。今でも妄想してらっしゃいます。割とね、あ、妄想してます。割と憧れの告白とか、はい、そういうのをプロポーズとかを妄想するのが大好きでいらっしゃるんですよね。鷲崎さんにつけていただいた、うん、歩く別間っていう二つ名が歩く別間という二つ名を、はい、いいですね。つけるぐらいの、はい、ね、はい、ちょっと今度までゆっくりと、はい、ね、最近はどんな妄想してらっしゃるのかお聞きしたいと思いますけれども。ぜひぜひ、はい、今日のところはですね、こちらでございますね。今回情報を持ってきてくれたアニメを教えてください。はい、現在放送中のテレビアニメ愛天地無用です。はい、はい、天地無用ね、はい、はい、すごい懐かしいタイトルがまた復活ということでございますけども、うん、どのような作品なのか概要あらすじなんかお願いいたします。はい、もともと天地無用というアニメ の, そうなの、こうアニメシリーズがあったんですけども、皆さん知ってる方いらっしゃいます。あ、たくさんいらっしゃいますね。そうなんです、今回その天地無用の新シリーズとなる愛天地無用という作品が始まりまして、そんな第一作となる天地無用からは早22年の月日が、22年、はい、22年、はい、すごいね、そんな経ってんねや。天地無用と一緒に私も生まれてきました。あ、同い年なん、天地無用と、はい、あ、そうなんや。弱い22歳でございます。22歳です。はい、そうなん、はい、
さあそんな作品でございますけれどもね、はい、こちらは、はい、放送形態がちょっと変わってるんですよね。そうなんです、うん、実はですね月曜日から金曜日まで毎日やっています、うん、すごいよねそれってね、はい、うんうんうん、毎日夜9時55分から、はい、東京 MX にて、放送しています。はい、なので月金の帯アニメ、うん、はい、もうこの番組が終わったら、あ、そうだそうだ、今日もあるということでございます。はい、もう一度ください、ね、そうなんです。はい、じゃあ簡単なあらすじなんかも教えていただけますか。はい、宇宙的天才科学者ワシューちゃんが起こしたトラブルに巻き込まれてしまった主人公の正木天智が、うん、教育実習生として女子校に潜入してなんだと、はい、またちょっとトラブルメーカーのワシューちゃんがやらかしてしまったトラブルを就職す…大丈夫、大体就職ですそう、女子校に就職女子校に就職は違います事態を収束するためにいろいろと頑張ってくれるわけなんですけども、はい、天智先生が、はい、そんな歴代のこう天智ファミリーのキャラクターも、うん、もちろん出てくるんですけども、うん、私演じるももちゃんをはじめとした、うん、新キャラクターもたくさんたくさん登場してあります。そうなんですよね、新キャラも出ますし、あと歴代のね、はい、ファミリーも出てそうなんです、いらっしゃるということでございますよね。はい、はい、じゃあキャラクターについてのお話も伺いたいと思います。キャラ出るかな、ドーンとドーン、はい、来ました。はい、あら、かわいい、かわいい、はい、懐かしの正木天智さん、はい、CV 菊池雅美さんということで変わらず、はい、あ、そうなんだ、そうなんです、もうすごい懐かしいっていう風に言ってくださる方が多くって、あ、そして続々と出てきていますが、はいはい、こちらが、ももが生徒会長をやっているんですけども、うん、その生徒会のメンバーですね。あ、なるほどね、可愛い子ばっかりで、はい、個性豊かです。そんな生徒会と対立するのがこちら科学部のメンバーです。どんどん出てくるね。そうなんです、はい、ここまでが新キャラクターですね。なるほどね、はい、あ、ここも、この先生なんですけど、はい、先生も新キャラです。あ、そうなんや、はい、さん、こんなメンバーでお送りしております。はい、でここがもう歴代の天智ファミリーのメンバーとなります。あ、なるほど、はい、さん、あ、水谷さんとか、あ、懐かしいっていう感じだと思うんですけども、はい、つい昨日、オンエアになった回に、うん、この歴代のファミリーが登場しました。本格的に。じゃあね、当時から見てた人にとってうわーって思いますよね。はい、なんかすごい盛り上がったみたいで、ね、新シリーズとこうガーッとこう合わさっていく感じが、はい、ね、そうなんです。歴史もありますからね、緊張もされるんじゃないですか、はい、じゃあ現場でもうすごい大先輩の、うん、方々とそれから私たちみたいな新人の、うん、声優がこう一緒になってすごいいい緊張感の中で、うんうん、いろいろ学ぶべきことも多い現場です。あと富山さんあれですよね、エンディングテーマも歌ってるんですよね。はい、川流れ桃で歌っております、うん、愛してるって叫びましょうっていう楽曲なんですけども、早くもですねエンディングテーマが別の曲になったり、うん、こうお話の内容によって、あ、なるほどね、その曲回にぴったりな曲が流れてくるっていう、その輪によってだ、はい、なので実はいろんな曲が、はい、天智ありますので、はい、そのあたりも楽しみにしていただきたいと思います。桃ちゃんの曲だけじゃなくていろんな素敵な曲がございますね。そういうのも楽しみに、はい、毎日ね、毎日見えるわけですからね。そうなんです、はい、平日の夜は愛天智無用、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあということでございましてですね、富山さん、まだまだお知らせしたい情報があるということでございますので、ですね、はい、ここから告知タイムをかけてゲームにチャレンジしていただきましょう、うん、題しまして4種類の愛してるって叫びましょう。さあ今からですね4種類の愛してるというシチュエーションが出題出されますと、ユーザーの皆さんですね、一番心に響いた愛してるに投票してください。富山さんはどの愛してるが一番多く投票されたかズバリ当ててください。1問当たることに5秒の告知タイムゲットでございます、はい、ということでございまして、問題が、こちら、こちらか、はい、さあ、どうしましょうかね、部長ね。待って何もできんの、何もできんの。あ、でもま、一応これね、まずは、はい、じゃあ、どの愛してるが一番心に響く、1番、むにゃむにゃ寝言での愛してる。じゃあちょっとお願いします、むにゃむにゃね、むにゃむにゃ寝言な感じでちょっと愛してるって言っていただいていいですかね。愛してる。おいおいおい、素晴らしいですね。あ、落ちた。落ちましたよ。いいだって、2番、お酒の力を借りてようやく言えた愛してる。だって愛してる。私なんかいた、私なんかいたってなんで。3番、はい、海で初デート、本人に面と向かって言うのが恥ずかしいから海に向かって叫ぶ愛してる。海に向かって、はい、
ザボーン、ザボーン。ちょっと皆さん動機の方大丈夫ですか？一回ずつちゃんと落ち着いてくださいね。私が大丈夫じゃないですよ。4番、付き合って3年目、はい、ちょっと不安になった彼女が言う、ねえ、私のこと愛してる？待ってましょう。3、2、1、どうぞ。ねえ、私のこと愛してる？バカ、何言ってんだよ。口で言わねえのは愛してるってちゃんと毎日思ってるからだよ。でもお前のこと不安にさせちまってごめんな。愛してる。甘い。さあ1番2番3番4番、皆さん消えましたかね。投票スタートです。動機がついていかないです。まあでもこれ順列つけるの大変じゃない？大変ですね。かなり迷います。どれも良かったですよ。破壊力がちょっと4番は4番桁違いでした。愛してるっていうのと愛してるって聞くの、だって私は愛してるのに、私は愛してるのよっていうことが含まれてるやつですもんね。あ、いやでも3番もね、個人的にはいいんですよね。ちょっとコメディーですけど。海も可愛かった。そう、海も可愛かったですし、こう恥ずかしながらこうごまかしながらという感じがいいですかね。投票終了。さあ決めてしまいましょう。テモさん難しいと思いますけど、どれだと思います？1番、なんか4番は場合によっては面倒くさがられそう。なるほど、1番ということでございますね。さあ結果見てみましょう、どうぞ。出るか、さあ出るか。あ、断然4番でしたね。ダントツ4番でした。1番もすごい良かったですよね。あと海が全然ですね。いやでもこれ迷いすぎたんですよ。そうですね、いや、どれもこれも良かったと思いますけどもね。でも5秒あげます。ありがとうございます。やったじゃあ次、はい、ちょっとさっきね、あのベタないただきましたから、はい、ちょっとエッジの効いたやついただきましょうかね。でも私好きなやつ入ってます。本当ですか？はい、誰からの愛してるが一番心に響くでしょう。1番、親戚の5歳の女の子から言われるお兄ちゃんのことを愛してる。じゃあこれちょっとあちらに向かってお願いいたします。お兄ちゃんのこと愛してる。素晴らしい、かわいい、素晴らしい、素晴らしい、このお茶すごい。ありがとうございます。2番、学校の教師から言われる I love you の意味は。そう、正解、愛してる。さあ結構長い。禁断な。大丈夫ですか？熱いお茶入ります。大丈夫ですか？今日すごいですね。今日すごいですよね。はい、はい、お願いします。I love you の意味は、そう、愛してる。ちょっと魔性じゃん。ナオボー、ナオボー魔性じゃない？やー、よくないです、よくないです。どんどんいただきますよ。3番、感情がないはずのロボットから言われる私、あなた、守りたい、愛してる。こちらをいただきたいと思います。メインさ、ロボット好きなんです。ロボット好きな、これが一番好きだったんですか？好きなんです、これ。いきますよ、3、2、1、どうぞ。私、あなた、守りたい、愛してる。待って、なんで肝心なとこで私の反応見てるんですか？4番いいですよ。4番、皆さん、急にペットの犬が喋り出した。ご主人様大好きだわ、ドッグフードよりも愛してるわ、バカですね。いいかも。さあ、デヴァさん、よろしいですか？はい。気持ち追いついてますか？ちょっとセリフ長いですね。そうですね、そうですね。大丈夫ですか、大丈夫ですか？いきますよ、3、2、1、どうぞ。ワンワン、ご主人様、愛してるワン、ドッグフードよりも愛して、あ、愛してるいっぱい。もう一回いきましょう。カットカット、テイクスです、テイクスです。3、2、1、どうぞ。ご主人様、大好きだワン、ドッグフードよりも愛してるワン。はい、素晴らしい、可愛い、これはか、これは可愛い、はぁ、これは可愛い。さあ投票スタート。さあ1番2番3番4番、さあなんで選ばない
なきゃいけないの。そうなのよ。そう、なんで選ばなきゃいけないの。どれも声も同じ愛してるという気持ち、そして可愛さだったじゃないですか。あ、ねえ。さあ、でもね、選ばなきゃいけないですよね。北山さん、どれが一番刺さったと思います。なんかこう、うち的には、はい、あの部長は3番だったんですけども、やはり揺らがず3番ですか。でもちょっと2番も結構良かったな。2番も良かったですね。ねえ、でもこの子的には1番とかも良かった。1番も良かった。でもやっぱり4番僕はバカっぽくていいですねはい、投票終了。さあ決めましょう、富山さん。はい、はい、決まりました。みんなどうせロリが好きなんだろ1番1番ということでございまして、結果見てみましょう。どうぞ。ほら、あー、そうそう、結構分かれた1番2番で分かれます。3番人気ないですね。ロボット人気ないですね。行きます、行きます、もう1問行くって。もういいよ。せっかくですからね、せっかくですから、愛してるの言い方はどれが一番グッとくる。一番怒りながら、もう愛してるって言ってるでしょ。さあ、ありがとうございます。ありがとう、本当にありがとうございます。さあ、じゃあお願いしてよろしいでしょうか。はい。3、2、1、どうぞ。もう愛してるって言ってるでしょ。ガー、素晴らしい。この上手遣いがねえ。カメラさんの寄りのタイミングもバッチリでしたよね。あ、困ります。いや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 。2番泣きながら、嬉しい、私もねあなたのこと愛してるよ、よかったね。最終回ですね。最終回だね、よかったね。ねえ、2クールにわたる最終回ですからね。ねえ、25話分の、はい、じゃあ2番お願いします。泣きながら、嬉しい、私もね、あなたのこと愛してるよ。よかった。おめでとう。おめでとう。よかったね。しかも目うるうるしてた。さあ、富山さん、まだ終わりません。まだ終わりませんよ。3番、笑いながら、私の方があなたのこと愛してるもん。あ、いいですね。さあ、いいですか。いきますよ。もういいです。濃いな、今日。3、2、1、どうぞ。私の方があなたのこと愛してるもん。素晴らしい、素晴らしいですよ。ちょっと、小屋さん、素晴らしいですよ。一瞬回りました。本当ですか、自分の中で。はい、声優さんで大変ですね。キャリアの中で今日以前と今日以降から変わりますからね。はい、もうすごい。ね、4番、照れながら、別に愛してるとかそういうんじゃないんだからね。さあ、よろしいでしょうか。はい。瞬瞬なしですね。いきますよ。最後ですからゆっくり噛み締めてくださいね。ね。最後にこれね。ありがとうございます。いきますよ。3、2、1、どうぞ。で、別に愛してるとかそういうんじゃないんだからね。素晴らしい。可愛い。素晴らしい。ねえ。どうしました、どうしました、どうしました。では吐きそうなんですか。どうしました、どうしました。さあ、1番、2番、3番、どれが良かったか、投票スタート。さあ、富山さん、はい、みんな絶対愛して一部を見てね。ここまでやったんだから見てね。告知タイマーまででございます、告知タイマーまででございます。ねえ、さあ、1番に全部良かったですね。全部全て良かったです ね、 ただもうちょっと、富山さん、はい、ご主人様、大好きだわん、ドッグフードよりも愛してるわんって、もう一回言ってもらっていいですか。僕が大好き、僕がこれ大好きなんで、お願いします。ご主人様、大好きだわん、ドッグフードよりも愛してるわん。最高です。はい、投票終了。はい、僕の趣味タイムでございました。ありがとうございます。さあ、1番、2番、3番、4番、どれが良かったのか、富山さん、当ててください。どれですか。一番も良かったしな。でも4番みたいなの好きなんですよね。あ、1か4、うん、なるほどね、1番4番ね。さあ、決めましょう。それを信じて、うん、どれが良かったですか。2番の反応は2番も良かった。選択肢増えた。そうですね。あ、じゃあ1か4の同士会社で、じゃあ、1番。さあ、1番ということでございますが、結果の方は頼む、ドン、正解は2番でございました。だけど5秒ゲット。やったー。
可愛かったから全然いいんです。可愛かったから全然いいです。頑張ってよかったです。さあ、だ15秒でございますね。はい。じゃあ15秒僕がしっかり測りますので、いきますよ。よーい、スタート。テレビアニメ愛天地無用は東京 MX にて月曜日から金曜日まで毎日夜9時55分に放送しております。またニコニコチャンネルでオンエア同時配信が行われておりますので、そちらもチェックしてください。本日もこの後夜9時終了。ねえ、ちょっと私あなた守りたい愛してるって言ってください。ロボットで、ロボットでお願いします。私あなた守りたい愛してる。もういくらでもや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 る。もうコナン捨てますから。どうぞどうぞ。やった、ありがとうございます。実はですね、愛天地無用上映イベントが決定しております。11月16日日曜日、シネマアート新宿にて行われます。10月18日土曜日から E プラスさんにて先行販売が開始されます。出演者は、結城かなさん、真央さん、深田愛さん、太一陽さん、そして私の5人で出演します。はいはい。あと、まあ、ブルーレイド DVD 第1巻が、年明けの1月21日に発売されまして、そちらもたくさんたくさん特典がついておりますので、要チェックしてください。はい、はい、以上です。以上でございますか。大丈夫ですか。ありがとうございます。ね、いっぱい頑張っていただいたんでね。楽しかった。はい、本当に楽しかったんで、楽しかったし、みんなぜひ本当に天地無用見てくださいね。そうですね。いや、もう絶対見ます、ね、絶対見て、ということでございまして、もう大丈夫ですかね。はい、はい、今日頑張っていただきました。どうもありがとうございました。ゲストは遠山奈央さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。あらかわいい、あらかわいらしい。ということで以上、特別情報局員からの報告でした。ゲスト招きしてお話を伺う特別情報局員からの報告、報告をしてくれるのはこの方、遠山奈央さんです。はい、いらっしゃい。よろしくお願いします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 。さあさあさあ、遠山さん、はい、はい、じゃあお座りいただきまして、じゃあ改めて自己紹介のお願いいたします。はい、テレビアニメ愛天地無用にて川流れ桃役を演じております、遠山奈央です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。結構、あ、それでもなんか今年出てるのか、今年の1月にね。そうなんです、出ていただきまして3度目のご登場でございますけども、はい、まずはですね、遠山さんの簡単なプロフィールなんかを見てみたいと思いますよ。どん、どん。あらあらあら、歌唱、ダンス、エレクトーン。エレクトーンを弾きになる。でもこれもうやめたいねって話を。プロフィールね、はい、趣味特技の欄をちょっと変えたいねって話をさっき、はい、楽屋でマネージャーさんとしていまして。よくある情報、よくあるやつですよね。はい、だ声優さんよくそれ言います。もうこれ4年前の情報なので。なるほど、変えるやったら何します今。あ、歌唱ダンス。うん、歌唱、あ、エレクトーンだけやめんねや。歌唱ダンス。ス。うん。なんでしょうね。ねえのか。ねえじゃない。皆さんねえじゃないの。でも今コメントに流れてるこの妄想って確かに。あ、歌唱ダンス妄想ね。はい。今でも妄想してらっしゃいます。割と、ね、妄想してます。割と憧れの告白とか、はい、そういうのをプロポーズとかを妄想するのが大好きでいらっしゃるんですよね。鷲崎さんにつけていただいた歩く別間っていう二つ名が、うん、歩く別間という二つ名を、はい、いいですね。つけるぐらいの、はい、ね、はい、ちょっと今度までゆっくりと、ね、最近はどんな妄想してらっしゃるのかお聞きしたいと思いますけれども、はい、今日のところはですね、こちらでございますね。今回情報を持ってきてくれたアニメを教えてください。はい、現在放送中のテレビアニメ愛天地無用です。はい、はい、天地無用ね、はい、はい、すごい懐かしいタイトルがまた復活ということでございますけども、ね、どのような作品なのか概要あらすじなんかをお願いいたします。はい、もともと天地無用というアニメ の, そうなの、こうアニメシリーズがあったんですけども、ね、皆さん知ってる方いらっしゃいます。ああ、たくさんいらっしゃいますね。そうなんです、今回その天地無用の新シリーズとなる、うん、愛天地無用という作品が始まりまして、うん、そんな、第一作となる天地無用からは、うん、早22年の月日が22年。はい、22年。はい、すごいね、そんな経ってんねや。天地無用と一緒に私も生まれてきました。あ、同い年なん、天地無用と。はい、そうなんや。弱い22歳でございます。弱い22歳で。はい、そうなん。さあ、そんな作品でございますけれどもね、はい、
こちらは、はい、放送形態がちょっと変わってるんですよね。そうなんです、うん、実はですね月曜日から金曜日まで毎日やっています、うん、すごいよねそれってね。はい、うんうんうん、毎日夜9時55分から、はい、東京 MX にて、放送しています。はい、なので月金の帯アニメ、うん、はい、もうこの番組が終わったら、あ、そうだそうだ、今日もあるということでございます。はい、毎日ください、はあ、そうなんです、ね、はい、じゃあ簡単なあらすじなんかも教えていただけますか。はい、宇宙的天才科学者ワシューちゃんが起こしたトラブルに巻き込まれてしまった主人公の正木天智が、うん、教育実習生として女子校に潜入してっていう、はい、またちょっとトラブルメーカーのワシューちゃんがやらかしてしまったトラブルを就職す、就職、就職、就職大丈夫、大体就職ですそう、女子校に就職女子校に就職は違います事態を収束するためにいろいろと頑張ってくれるわけなんですけども、天智先生が、はい、そんな歴代のこう天智ファミリーのキャラクターももちろん出てくるんですけども、うん、私演じるももちゃんをはじめとした新キャラクターもたくさんたくさん登場してまいります。そうなんですよね、新キャラも出ますし、あと歴代の、ね、ファミリーも出て、はい、そうなんです、いらっしゃるということでございますよね。はい、はい、じゃあキャラクターについてのお話も伺いたいと思います。キャラ出るかな、ドーンとドーン、はい、来ました、はい、あら、かわいい、かわいい、はい、懐かしの正木天智さん、はい、CV 菊池雅美さんということで変わらず、はい、あ、そうなんです、もうすごい懐かしいっていう風に言ってくださる方が多くて、あ、そして続々と出てきていますが、はいはい、こちらが、ももが生徒会長をやっているんですけども、うん、その生徒会のメンバーですね。あ、なるほどね、可愛い子ばっかりで、はい、個性豊かです。そんな生徒会と対立するのがこちら科学部のメンバーです。どんどん出てくるね。そうなんです、はい、ここまでが新キャラクターですね。あ、なるほどね、はい、あ、ここも、この先生なんですけど、はい、先生も新キャラです。あ、そうなんや、はい、さん、こんなメンバーでお送りしております。はい、でここがもう歴代の天智ファミリーのメンバーとなります。あ、なるほど、伊笠さんだ、はい、伊笠さん、あ、水谷さんとか、あ、懐かしいっていう感じだと思うんですけども、はいはいはい、つい昨日、オンエアになった回に、うん、この歴代のファミリーが登場しました。本格的に。じゃあね、当時から見てた人にとってうわーって思いますよね。はい、なんかすごい盛り上がったみたいで、ね、新シリーズとこうガーッとこう合わさっていく感じが、はい、ね、そうなんです、歴史もありますからね、はい、緊張もされるんじゃないですか、じゃあ現場で。もうすごい大先輩の、方々とそれから私たちみたいな新人の、声優がこう一緒になってすごいいい緊張感の中でいろいろ学ぶべきことも多い現場です。あと富山さん、あれですよね、エンディングテーマも歌ってるんですよね。はい、川流れ桃で歌っております、うん、愛してるって叫びましょうっていう楽曲なんですけども、早くもですねエンディングテーマが別の曲になったり、こうお話の内容によって、あ、なるほどね、その曲回にぴったりな曲が流れてくるっていう、その輪によってだ、はい、なので実はいろんな曲が天地ありますので、そのあたりも楽しみにしていただきたいと思います。桃ちゃんの曲だけじゃなくていろんな素敵な曲がございますね。そういうのも楽しみに、毎日ね、毎日見れるわけですからね。そうなんです、平日の夜は愛天地無用、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、ということでございましてですね、富山さん、まだまだお知らせしたい情報があるということでございますのでですね、はい、ここから告知タイムをかけてゲームにチャレンジしていただきましょう、うん、題しまして、4種類の愛してるって叫びましょう。さあ、今からですね、4種類の愛してるというシチュエーションが出題出されますと、ユーザーの皆さんですね、一番心に響いた愛してるに投票してください。富山さんはどの愛してるが一番多く投票されたかズバリ当ててください。1問当たることに5秒の告知タイムゲットでございます、はい、ということでございまして、問題が、こちら、こちらか、はい、さあ、どうしましょうかね、部長ね。待って何これできるの、何もできるの。あ、でもま、一応これね、まずは、はい、じゃあ、どの愛してるが一番心に響く、1番、むにゃむにゃ寝言での愛してる。じゃあちょっとお願いします。むにゃむにゃね、むにゃむにゃ寝言な感じでちょっと愛してるって言っていただいていいですかね。愛してる。おー、